2022年オリンピック出場選考落選という失意の中から直後の四大陸選手権を制しグランプリファイナル優勝まで激動の日々を送った三原舞依選手。そんな三原選手の2022年を振り返り、国際大会後半戦がスタートする2023年の展望について考察します。2021年の全日本選手権で総合4位となり、念願のオリンピックと世界選手権への出場を逃していた三原選手。この時の悔しい思いが、見た目は可愛らしい天使にもかかわらず、誰にも負けない強い心に火をつけ、結果、最高の年となった三原選手の2022年。オリンピック直前に、エストニア、タリンで開催された四大陸選手権では、ショートプログラムに続いて、フリーでもトップとなる 145.41 点をマークし、自己ベスト更新となる総合 218.03 点で、2017年大会以来、5年ぶり2度目の女王となり、歓喜の涙を流した三原選手。シーズンオフとなる4月からは、国内のアイスショーに次々と出演。観客の方々のいる前での演技を繰り返し、空白となった2シーズン前の感覚を取り戻しているようでもありました。その合間を縫って、アメリカやカナダで単身武者修行を行い、最強のプログラムを獲得。その回もあり、8月の元山サマーカップでいきなり優勝を飾ると、全日本選手権に向けたブロック大会などの国内大会でも、軒並み総合200点台を連発する安定ぶりを発揮。グランプリシリーズへの派遣アサインは、後半戦からと良くないものの、そこでも奮起。グランプリシリーズ初戦となる MK ジョン・ウィルソン杯で、総合 217.43 点で自身初となるグランプリシリーズ優勝を果たすと、続く2戦目のエスポーグランプリでは、短期間での大会出場による疲れもある中、これまで以上の力を発揮し、見事優勝。このグランプリシリーズ2連覇という、これ以上ない成績のトップ通過で出場したグランプリファイナルでは、ショートプログラムでの混戦から、ミス一つが命取りとなる大きなプレッシャーのかかる中、ノーミスの天使三原選手は、見事ミスを最小限にとどめ優勝。さらにその2週間後に開催されていた全日本選手権では、ショートプログラム、フリーともに、同門の現世界女王、坂本花織選手に次ぐ2位となっており、昨年大会での無念を晴らし、6大会ぶりの表彰台に上がり、実力で世界選手権への切符を手にしていました。2019年の夏頃からの体調不良により、丸々1シーズン休養し、その後も難病と戦いながらここまでの成果を出した三原選手。そんな苦しく辛い時期を知っているファンの方々からは、三原選手の完全復活に対し、歓喜の声が数多く寄せられていました。そんな三原選手の2023年は、1月4日に開催される名古屋フィギュアスケートフェスティバルへの出演からスタートし、3月の世界選手権に向けてトレーニングに励み、ここでも華々しい成果を上げてくれると思われます。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。